上空強い寒気の影響で今日も北日本や北陸では雪が降っています。強く降っているところもあるため車を運転する際はホワイトアウトなどに注意が必要です。皆さんからいただいているウェザーリポートを見ていきましょう。こちら北海道札幌市からのリポートです。吹雪でテレビ塔がほとんど見えませんといただきました。現在も雪が降っているんですけれども雪によって視界が悪くなっております。では続いて新潟県長岡市からのリポートも見ていきましょう。猛烈に吹雪いてきました。非常に視界が悪いですといただいております。雪に加えて風が吹き荒れていてこちらも視界が悪くなっていることが確認できます。現在の風の状況を見ていきましょう。9時50分現在のアメダスの風の観測となっております。現在も北日本の日本海沿岸と特に東北の沿岸中心に風が強くなっております。一部ではオレンジ色の矢羽根15メートル以上という強い風が吹いているところがあります。吹雪によるホワイトアウトなどに警戒が必要です。ではホワイトアウトとはどういったものなのか見ていきましょう。雪や風が強いとき雪が巻き上げられて視界が真っ白になるホワイトアウトがたびたび発生します。見通しが悪い状況下では無理な車の運転走行は避けるようにしていただきたいんですけれども急に視界が悪くなる恐れがあります。追突事故を引き起こす恐れがあるので危険を感じた場合はハザードランプを点灯させゆっくりと路肩に避けるようにしてください。この後も北日本の日本海側や特に新潟にかけてはホワイトアウトなどに警戒が必要です。さあこの後寒気のピークは越えていき北陸西部は雪が止む時間が長くなります。新潟や北日本の日本海側では雪が降りやすい状況が続きます。特に札幌周辺低気圧の接近により夕方頃にドカドカと降り方が強まる恐れがあります。積雪の急増や急な視界の悪化に警戒を行うようにしてください。最新の気象情報はウェザーニューススマートフォンアプリからご確認ください。